公爵寮の事務官が助けを求めている。いい稼ぎになるかもしれない。分からせてやろうか。四世代だ。我が一族はそれだけ長い間ワインを作ってきたんだ。飲むに値しない安酒を作ってきたって意味でしょ。ベルガードは彼じゃなく私に譲るべきよ。公爵家付きの事務官として国益を最優先に考えねばなりません。ベルガードは現在公爵領の所有地です。財務大臣はベルガードが信頼できる財産管理人の手に渡ることを希望されています。ですがお二人の現在の所有地は様々な問題を抱えていらっしゃる。それらを解決し適任者であることを証明するまではベルガードをお譲りすることは不可能です。どう？嬉しい？あなたのせいよ。私の？どうかしてるぞ女。聞け善良な人々よ。マチルダとベルメンティーノは正気を失った狂人だ。正気を失っているわけではないだろう。ただ怒っているだけだ。よくもまあ。君に何がわかる？女の専門家には見えんがな。専門家以上と自負してる。馬が合いそうだ。それで教えてほしいんだが、その剣は威嚇のためだけに持っているのか、それとも実際に使うのか。商売道具だ。ウィッチャーだからな。仕事を探していないか。実は武道園をベルガードを買いたいんだ。だがあの役人は私が所有するコロナータでの問題が解決するまで売ってくれそうにない。どういう問題の話だ。いろいろとめちゃくちゃなんだ。まず薬草園は怪物だらけ。執事は出荷用のワインを全部盗んで失踪しちまった。さらには薬草医が誰かに誘拐されてな。確かに随分な不幸だな。私が思うに全てマチルダの仕業だ。砂糖のように甘い顔でホースラディッシュのように気性が激しい。どうだ、力を貸してくれるか。調べてもいいが、ただではやらない。言われるまでもない。いくらだ。そんなには払えない。少し値下げできないか。少し値下げできないか。そんなところだな。確かにウィッチャー向けの仕事らしい。ああ、手を貸そう。本当に心から感謝する。ありがとう。武道園はここの東にある。では失礼する。あの事務官と話さなくては。まだ何とか解き伏せられるかもしれないからな。ちょっと、あなたはウィッチャーね。あの間抜けなリアムと話していたのを聞いたわ。あいつはこの世で一番最低の男よ。いつだって女性を流し目と綺麗な顔で誘惑して、それから真っ黒な心をさらけ出すの。そんなことはどうでもいいわ。私もベルガードを買いたいから呼び止めたの。うちの武道園ベルメンティーノはひどい状態でね。奇妙な偶然だな。偶然じゃない。間違いなくリアムが邪魔をしてる。いろんな手を使ってね。うちの樽職人と鍛冶職人は謎の失踪を遂げた。通り道には人食い植物がびっしり。それにフィザントヒルでおかしなことが起きている。他にもいろいろあるけど、一番肝心なのはベルガードを買うためにベルメンティーノでの問題を解決しなくてはならないこと。リアムより先に手を貸してもらえる？
彼以上の報酬を出してもいいわ。あと少しで合意できそう。いいわ、決まりね。わかった、手を貸そう。よかった。私がどれだけ嬉しいかわからないでしょうね。ぶどう園はここの西よ。私はしばらくここにいるわ。背を向けている間にリアムが妙な真似をしないよう見張らなきゃ。わかった、じゃあな。変えて巡回か。地獄だ。スプアの発生源だ。根絶するには一体を破壊せねば。傷を負った時点では息があった。その後の出血が死因か。これは何だ。この手紙が偶然ここに書かれていたことは明白だ。誰かがコロナータの事業を妨害している。だが首謀者が誰なのかは分からない。もっと調べる必要があるな。
その調子だ、ローチ。Come on.
遺言はある。落ち着け、もう終わった。ならず者たちにさらわれたの。きっと身の代金をもらう目的よ。でもリアム様の問題を考えたら払えるはずもなかった。ああ、でももう自由で安全ね。あなたのおかげ、本当に心から感謝するわ。もし悪僧が必要ならコロナあたりいっぱいある。一緒に来てくださる？案内してくれ、ついていく。ここよ。改めて助けに感謝するわ。在庫をご覧になる？リアム氏は熱心な経営者ではないようだが。最善を尽くしてるわ。武道園に次々と問題が降りかかったのは彼のせいじゃない。問題？どんな？巨大で黄色い人食い猛戦ゴケみたいなのが出たの。そいつに襲われるのが怖くて茂みには入れない。ありがとう、またな。